感じになりました。懐かしいな、大和、うん、下に埋もれてました、うん、懐かしい。さよならですね。さよならで、ちょっと切ないな、やっぱり、うん、生まれてからずっとだもんな、うん、ありがとうございました。新居、ここが地下のトレーニングルームにしたいと目論んでる場所ですね。もともとカウンターのテーブルとキッチンがついてたんだけど、ここら辺にね、そうそうそう、全部取っ払ってもらって、はい、まっさらにしました。この辺にちょっとね、鳥かごみたいな、あ、ネット、そう、突き抜けないようにしっかりとしたのを作ろうかなと思ってるんですけども、はい、飾りましたよ、はい、ホームランボール。あ、なんかバッターボックスっぽくできると思ってる、うん、バッターボックスみたいですね、マジ、マジで。ここ目標でいくとこのベースがあと3つぐらいか、両サイドにどんどん増やそうか、うん、こっちに鏡とかもつけて、うん、ダンスとか、あ、太鼓とか野球とかできる、うん、トレーニングルームにしようかなと思いますけども、はい、こっちがね、段差があって低いから、その辺で切らなきゃダメだね。ここら辺か、はい、こっちがテラスになりますね、はい、一汗かいた後に外の空気を吸いに、一応地下なんでね、ピアノもここで音出せるように、はい、ここから上がヤマトの部屋につながってますね。雑に荷物がありますけど、で、地下につながると、はい、じゃあ早速作っていきますか。はい、したらまずこのパイプを買ってきたんで、サイズに切っていくとこからですね。はい、その後にこれでジョイントしてって、鳥かごみたいなネットにしていきたいと思います、うん、227パイプ分あるから225 1,2 3、4本。あ、これこっちか。これはこの奥行きだね。ああ、そこ、ああ、分かった。懸垂増設用の縦だ。ああ、で、こうだ。ああ、なるほどね。ああ、確かにこれはこれでいいんだ。まずはこれを、あれさっき俺いくつに切るっすか。225 37.5 にしよう。237 1,2,3 本か。あー、なるほどね。横が 1,2,3 本。ここでジョイントしてこの分長くなるかな。あー、すげー、切れた、切れました。ちゃんと切れるんだ。切れましたね、すごい。うえ、切れた。最後力技だったっすけどね。ピシピシレオン237にします。ここだ、どけどけどけどくんだあ、ママ帰ってきた。237にします。あかかかめっちゃスイスイ。さっき強引に締めすぎたね、いきなり歯が耐えられてなかったの多分。お、おお、いった、すげえすげえ、超綺麗、やば、超簡単じゃんこれ。めっちゃ簡単、すげえ、めっちゃ楽。ういー、すげえ。これを使ってジョイントしていきましょうか。おお、これギリギリすぎたらさ、壁にボール当たるかな。うん、やってみるか、うん、横、OK、じゃあ立てましょう。いくー、 OK、 いい感じ、うぇー、バッチリやん、ね、いい感じ。OK、 おー、いい感じ、形になってきたよ。おお、ほう、すげえ、おお、いいね、ね、すげえ、ちゃんと形になってる。ちょっと比較するか、ちょっと人分入るよ。あ、でもネットぶら下がってさ、懸垂したいの、あ、懸垂、
なるほどな。ちょっとこれは考えよう。うん。もうちょい。そうだね。不要になったリサイクルネットをもらってきて、きれいにして、それを貼っつけていきたいと思います。だいぶ貼ったな、これで。めっちゃすごいこれ。何気にね、跳ね返ってこないようにね。ああ、ほんとだ。微妙にね、微妙に貼ったりね、垂らしたりして、やってみるんじゃ分かんないけどね。うん。下にこれを引いて、はい。いきたいと思います。さあ、先が見えてきました。使いやすい。うん、オッケー。あとはここ、つっかい棒を買ってきて、うん、ここが固定できれば、これをもう動かない。うん、まあ、とりあえずで、あ、そこ、これだけ気をつけて。あ、確かに。これやばいな。あ、でもこの距離だから大丈夫か。うん。おー、いいね。おー、おー、すごいね。ね、めっちゃいい。完璧だ。いいね。真ん中どの辺？なんか、うん、こっちに出しながら。ヤマトコース打つときは。ちょっと向こうを向いて、あ、ここはいい、こっち行って、ここに打つよ、うん、ごめん、ここに打つ、おお、いい、おお、おいい、おお、すげえ、完璧や、ね、やば、めっちゃいいこれ。じゃあいつものルーティンやりましょうか。はい、じゃあ引き続きこの部屋で、はい、確認作業していきましょう。はい、うぃす、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録どんどんよろしくお願いします。バイバイ。